42話を見た読者の反応集。ではどうぞ。戦慄たち風月の衰弱をルズールス年獣のせいだと思ってるけど、過去の年獣説明と噛み合ってない気がする。欲を具現化して引っかかった人を操るハルケンの姿勢はビヨンド関連と仮定して、ベンジャミンの秘密ってなんだろ。霊獣が霊獣同士や王子直接攻撃できないのルール知らないからね。ナスビと王子の性格から分析したベンジャミン一派ぐらいしか知らない。推測自体はできるかもだけど、王の性格込みで結論に至ったベンジャミンたちほど確信はできてなさそう。そうだったねん。獣は他の王子を直接攻撃できないんだった。じゃあ戦慄たちの推理大外れじゃん。やばいね。まあそこは外れた場合の想定もしだしてるからね。ただ依然として危険な状況には変わりないのは確かだが、芭蕉の時間稼ぎが紙一重の救済になるんじゃないかな。違法戦慄、冤罪で無関係な王子を殺そうとしてしまう。ルズールスの年獣の仕業だったとしても本人無自覚だし、風月守るためとはいえ、戦慄には暗殺に加担してほしくないな。今のところルズールスって読者視点ではまだ特に悪人って印象もないと思うし。というか、戦慄自身これ以上王子たちを犠牲にしないようにって言ってるのに、ルズールス暗殺には積極的って、実は操作されたりしてない？本スレでも書かれてるけど、ハッタは何たまたまかかった王子が衰弱したってケースになるから、それは直接攻撃とは見なされないのでは？まあ捉え方によるから、どっちが正解かわからないけど、大外れな上に犯人はルズールスに違いない。殺そう。だからかなりヤバいよこの3人組。マフィアだからな。対象の欲に沿ったトラップにはまったら発動だって。実際犯人としては一番近いと思うねん。獣になった風琴なら膝も違うだろうし、カーチンの目下の欲は当然風琴絡みだからバリ強になるだろうし。芭蕉能力の説明ブラック説昔からあったけど、や普通に説明通りだったな。効果の規模で言えば出来次第でランダムで使うまでわからないし、今回のも見るにそこまで強力な効果は無理っぽいぐらい。あくまでお守り程度だしな。高出力、広範囲、長時間みたいなのは無理っぽい。クラピカの鎖のようにいくつかの発動可能な効果があって、得体効果にちなんだ規模を入れることで発動する能力って感じだと思う。獲得してない能力を発動するのは無理なはずだから、歴史に残るくらいのメイクを記せば強力な助念とかもできるのか。どこかしらに限界があるのか。あと自制の句とかも強力そうではある。直せるわけじゃないから器用貧乏な能力なんだろうな。まあ気軽に助念できるような実力者ならマフィアで働くなんてするわけないが、なんかとつってる能力はないけど、オール70点くらい取れるオールマイティなユニット感が強い場所。個人的には結構好みなキャラクター。王子を攻撃しないルールがあるから、おそらくルズールスじゃないと思うな。戦慄たちって直接攻撃しないルール知らんし、根拠が依存させる能力麻薬も扱うであろうマフィアの元締めってだけでだし、直接攻撃ができないってだけだから間接攻撃に含まれるかもしれんぞ。王族殺しは極刑という常識からの無意識の制御だから、他人を操る系の間接的な攻撃なら可能だと思うけど、罠を張る系の間接的な攻撃は無理だと思うな。わざわざ無差別にとか攻撃してる自覚すらなくとか書いてるし、俺も間接的にはアリ派だな。それ派そうとして戦慄が死にそうで怖いな。ゼリにも合う感じだし、暗殺計画に加担は死亡フラグの気がする。自分もルズールスじゃないとは思うし、護霊獣は壺中卵の儀のルールには忠実だから、ベンジャミンの好戦的な性格に反して王子を狙いはしない。そう考えると年獣同士で争ったり他の王子を狙うこともできない。ルズールスの霊獣は標的の欲望を具現化して罠にする。標的がその欲望を満たすと発動するって反強制的操作系。風月の霊獣の能力を向上させるって欲望を具現化するリターンがあっても攻撃そのものは不可能だろう。そもそも低級邪霊呼ばわりされてる時点で課金王族の守護霊獣の仕業とは言えんのでは。
あとクラピカがたびたび口にする念による攻撃の定義が曖昧とか他者への補助や治療も念による攻撃に含まれる場合があるってセリフを考えると、具現化した欲望を満たしてあげるって守護霊獣の能力は解釈によっては他者への攻撃に含まれるのでは？あれ？カーチンの偽物はどこ行ったんだっけ？いかん飽きすぎて頭から抜けてるわ。メガネの人は怪しすぎるんで本気で旋律好きなだけの人であって欲しい無自覚にトラップ仕掛けられてる可能性はあるが、メガネ取って髪も緩めたらイケメン悪役になるパターンもあり。味方クラピカ頼んだでクラピカちょ、待てよ、そや依頼主だからボスに情報集約して判断仰いでるだけだろ。セリアハルケンの秘密をどこで仕入れたんだ？メガネが所属する組織がいろいろ調べてた情報をそのまま書いただけだよ。今週号にまんま書いてる内容だけど、さすがに情報量多すぎて見落としてる人多そう。そっか、もろに書かれてたんだな。頭から転げ落ちてたわ。恥ずかしい。王子たちのやりたい放題に内心業を煮やしてそうだよね。司法省クラピカが念の副作用じゃなく素で精神すり減らして寿命削れてそう。クラピカも大変だな。戦慄らの情報によって現状だと風月のみならずハルケンの命も守らんといけなくなってきた。おいと防衛の策はかなりうまくいってるが、儀式離脱あるいは崩壊の方法を探しつつ、他の王子連中の防衛にまでがっつり噛み出すとなると負担が半端ない。その上目の奪還もあるし、最悪予断も絡み出すしで対処しなければならない問題がくっそ多いな。継承戦崩壊させようとするオアさせればベンジャミンやゼリとは対峙することになるだろうから、日の目狙いでも悪くないルートだと思うぞ。あいつらが他国の平民に自国の最重要国家行事潰されそうになって黙ってられる質だと思うか？ハルケンの念って自分に打つこともできるのかな？司法局による拘束によって部下と引き離されるってのは十分予想できる公約法だから、事前に対策としてハルケンの中身部下と入れ替わってたりする？どうだろうな。中身入れ替わったとしてもハルケンの肉体が死んだらどうにもならん気がするね。ただ自分の能力の検証はしてたし、聡明なハルケンなら部下と話された場合の想定は間違いなくしてるだろうから、暗殺への対抗手段は準備してるとは思う。それがマイトの毒攻撃に有効かどうかはわからんが、頭いいからってクラピカ一人に負担丸投げすぎる。判断も早くて的確だし公正で、何より目的意識が強いから裏切らないとわかってるしな。クラピカに頼るのがベストだからしゃあない。仮にもしクラピカの敵側が揺さぶるとしたら、日の目をセリがクラピカに譲るとかの噂を流して周りの不信感を煽るくらいだろう。風月、カーチンの死をいつ認識したんだろう。確か風月はまだ課長の死を知らなくて周りが死んだと勘違いしてると思ってる。実は気づいてるような気がする。公式の副読本というか解説が欲しくなってくるな。人間関係も展開も複雑すぎるぜ。王子や予断は覚えてるけど、再会が久しぶりすぎて王子の護衛と従事者や課金マフィアの子分とか名前思い出せんか。おと名前と所属の一覧作ってくれ。王族であることと王であることがイコールでないのなら考え方の話ね。ベンジャミンはそれほど特定の兄弟以外はどうとも思ってないかも。イコールなら弱者の分際で王族でいること自体許してないかも。初登場時そんな感じがしたけど、老いた印象変わったからどうなんだろうな。継承戦に参加した時点で思い上がってると判断してるとは思うね。実際継承戦初期でそれっぽい発言してたし、だから取るに足らない弱小王子であっても殺意というか排除する意思は依然として健在だが、それをあからさまに面に出すほど軽率でもないんだろうね。能力剣をサムによって弱小王子にも戦力が加わりつつあるから慎重にもなってるって側面も影響してると思う。だから個人的にはベンジャミンがマイトの進言を聞き入れる度量を示してからは印象は変わっていないな。船乗らなかった王族元王族？
模索中に出てこないだけでいるだろうしな。儀に参加しなかった王子は殺される、いやってあったし、いないかいても死んでると思う親父の弟みたいに社会的に抹殺されることで生存を許されたのはいるかも。これだけ文字数が多いと、富樫は無理せず原作に集中して作画は別に任せた方がいいんじゃないか。前にインタビューで見たところによると、あくまで当時ネームを考えるのが好きで、新色を忘れることがある原稿ができないストレスは原稿を完成させることでしか解消できないって言ってたから、無理だな。このスタンスが変わってなければ、どちらも揃っていなければモチベが維持できない。それをやっちゃうと、いか略もう出稿してから8年経つんだけど、このペースでも作画とストーリーの両立難しいのか。斉藤隆夫先生のとこは分業制だったらしいな。自分がいなくなっても連載を続けられるようにって考えらしい。クリエイターのモチベーションって理屈じゃないからな。ルズルスって意外とかなり慎重っぽいから、仮ハンター試験で施設兵が全員落ちたの、ルズルスの指示じゃないっぽいな。チンピラみたいなやつがいたはずだし、普通に勝手に落ちてそう。マジでレオリオは継承戦に関わってほしい。戦慄たちが過激なのが違和感あるから、守護霊獣の課長が無自覚なままなんかやってるだろこれ。風月を助けたいのはわかるけど、戦慄が確証もなくルズルス案計画に積極的なのがちょっと引っかかるよな。400話で覚悟を決めたってことなんだろうけど、長いこと優しい戦慄を見てきたから、ルズルスの排除に肯定的なのは違和感あるよな。守護霊獣課長の正体が寄生型の念プラス死後の念って考えると、確かに死んだ課長風月のどちかかに姿を変えて生き残った方を守るだけの生態じゃ済まない気はする。とんでもない奥の手ありそう。壺中虫の疑問、いにしえの課金王族の死後の念由来。深地民曰く王族だか守護霊獣のオーラも生半可な呪詛くらいは弾くらしい。戦慄はここねの強弱やリズムで感情読めるけど、念獣にここねなんてあるかわからんしね。でも念獣に心運がないならそれで役立つかも。ハンゾーやタフディみたいな分身使いに対して、こいつ心音ない分身使ってるとわかるかもしれない。死ぬまで守るが守護霊獣の存在意義だから、課長は絶対に風月を生かしたがる。そのために催眠まで行かなくとも、されされの煙みたいに無意識に好感度を上げるくらいしてるかもしれん。救済してた割に全然話進まねえな。前回の連載再開は密か出てきて盛り上がった。今回の芭蕉の俳句の内容ってどういう意味なん？チャットジーパーテより抜粋済んだ清らかな光が凍りついた冬の道に沿って輝いている様子を読んでいます。冬の寒さの中でも光が美しく輝き、冷たさの中にある清らかな美しさが書かれている俳句です。ちなみに東道池道って季語も存在する。風情あるね俳句。全くわからんけど情報量多くてめちゃくちゃ面白いわ。先週の見た後に出生の真実とか言われるとビヨンドの子を疑うけど、ゼリとハルケンは以前から母親逆説とかあったもんな。クラピカへの無茶ぶりがすごい。文章量も多いけど勢力図とか理解すればちゃんと面白いの。すごいというかもはやずるだろ。文字量多いけど全くくどく感じない、むしろ読み応えがあってマジで面白い。それでもクラピカならなんかこううまくやってくれそうな感じはする。キャラも情報量も多くてややこしいのに面白いってすごいよな。最後のはバルサミルコがハルケンに毒を摂取させることに成功したということなのか。バルサミルコによれば半日で標的は死に至るらしいが、ハルケン積んだ？つべっぱの念獣が薬物生成タイプなんで解毒できる可能性がある。手紙に書いてあるのがベンジャミンの秘密、セリの悪用、ハルケンの失笑の秘密。失笑の秘密がそのものズバリビヨンドの子である可能性あるか？直接攻撃しないだから今回の罠みたいな無差別な間接攻撃はルール外なのかな。まあそれだとおいとまのやつがよくわからなくなるけど。ネズミは直接操作してたからとかそんな感じじゃね。バルサミルコ以外の施設兵や他マイペース野郎しかいなくて、ベンジャミーもそこまで頭回らんから死亡したら本当に致命的になると思う。クラピカボスになったのもこういうや。
今回は以上になります。このチャンネルでは話題になった人気の漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。